どうも、あさきです、今回はですね、ちょっと忘年会シーズンということで、おそらく忘年会でこのタイニーフープを飛ばして場を盛り上げたいという方もいるのではないでしょうか。でですね、忘年会、私も今年の忘年会でこのタイニーフープを飛ばそうかと思っているんですが、その際にやっぱりこのタイニーで撮った映像を、リアルタイムでスクリーンとかに出して見たいという方も多いのではないでしょうか。で、私も今回、そういうことがしたくてですね、じゃじゃん、こちら、アンテナですね、これをパソコンとかにつなぐと、パソコンの画面にこのドローンの映像がリアルタイムで映るというアンテナ。ちなみにイーシンのロット01か02かどっちかというものを買うと、パソコンにリアルタイムに FPV の映像を映すことができます。で、今回の動画ではこのアンテナの使い方をご紹介したいと思います。まずですね、パソコンの画面に、FPV の映像を映すためにはですね、タイニービュープラスという、ツールを入れる必要が、ツールアプリを入れる必要があります。なのでですね、タイニービュープラスで検索して、で検索すると上の方にですね、GitHub のページがあるので、そこからアプリを、インストールします。で、こちらタイニービュープラスですね。で、動作環境は Mac も Windows もどっちも大丈夫です。で、この受信機っていうのが、これ Eshin Rode G、 これはアンテナが2つついてる02の方ですね。01はアンテナが1個しかついてないです。ただ、タイニーとかだとアンテナ1個でも多分そんな全然影響なく、映像を映すことができます。ですね、 MacOS Windows の場合で、早速インストールしていきたいと思います。で、ページに行って、Windows、64bitをインストールします。で、ZIP ファイルを展開しました。で、次にこのエクセをインストールします。まずはこの受信機を、コンピューターに接続します。で、タイニービュープラスを起動させます。何やら、正しく反応してくれないようです。受信機がうまく検出されない場合、受信機を外す。
特に変化なしです。お、映った、映りました。ちょっとパソコンを変えて私の Mac でやってみようと思います。よいしょ、では Mac でちょっとやってみたいと思います。MacOS の場合、これもリリースページより ZIP ファイルをダウンロードします。今回は Mac なので、一番上の MacOS のものをダウンロードします。で、ダウンロードが終わったら次は、ZIP ファイルをアプリケーションフォルダの下に配置と書いてるんですが、正しくは ZIP フォルダを、展開して、この TinyView Plus っていう、Exe をアプリケーションに移動させます。では、早速 TinyView Plus を起動させたいと思います。起動させて、で、ネクタはこれでつなぎたいと思います。ほい、映りました。これでこのタイミングにバッテリーを入れると、お、お、映っております。ちょっとね、これ家の中はあれですね、ちょっと散らかってるのが恥ずかしいので見せない方向で。こんな感じで来ました。これで無事忘年会を乗り切れそうです。というわけで、TinyView Plus はアプリをインストールして受信機を挿すだけで簡単に映像が映る優れものです、思いのほかあっさりできたんですが、ちょっとパソコンとは、互換性があるみたいなのでご注意です。それでは今回の動画はこの辺で、バイバイ。